はい、M&A パーストの田辺です。今日もですね、日本事業承継コーチング協会の高橋さんをお招きしまして、事業承継の話を今度ですね、聞いてみたいと思います。M&A と事業承継、ほぼ隣の、分野だと思うんですけれども、しっかりと事業承継を勉強することでですね、皆さんの M&A のビジネスに生かしていただきたいと思います。はい、それではどうぞ。はい、ということでですね、今日も日本事業承継コーチング協会の代表理事高橋さんにお越しいただきまして、事業承継について、お話しいただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ簡単に自己紹介お願いします。はい、日本事業承継コーチング協会代表理事の高橋修人です。私、事業承継のコンサルティング15年ほどさせていただいておりまして、私自身が会社を引き継いでいるという経験を生かしまして、中小企業の経営者、後継者さんに事業承継の正しいやり方、コンサルティングをしております。そして今はこういう協会で事業承継のコンサルティングのやり方を事業さんやコンサルさんにお伝えするということをやっております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、高橋さんは事業承継のスペシャリストであるんですけども、このスペシャリストがその事業承継コーチっていうのはですね、はい、育成されているということなんで、その事業承継コーチとは何ぞやっていうところですね、ちょっとお聞きしていきたいなと思っております。はいはい、で一般的に事業承継コンサルタントって結構いっぱいいると思いますし、はいはい、なんかそういう資格っぽいのもあるかなと思うんですけども、それだとこうなんかあえてコーチってつけられてるんで、はい、事業承継コーチってどういうそのポジショニングなんかなってちょっとお聞きしたいなと思ったんですけど。そうですね、私が事業承継コーチと名付けたわけなんですけど、やっぱり僕もその2代目の時を考えると、やっぱり一緒に歩んで一緒に考えてくれる、本当にそういうコンサルが欲しかったんですよね。うん、その当時やっぱり偉い先生もいっぱいいたんですけど、とどのつまり、お前の気合いが足らんっていう話になってたんで、そうではないと。うん、当然至らない点はたくさんあるんだけど、それを一つ一つサポートなり解消しながら、会社社長になるためにこういうふうにしてほしいという道を示してくれる、そういうのが欲しかったというのを考えたときに、事業承継講師という名前がちょっとピンときました。これがいいんじゃないかなと思って、そういうのを名付けて今すぐ皆さんに使って教えております。高橋さんが、事業承継したときあるじゃないですか。なんかその時ってコンサルとかつけたんですか？コンサルは最終的にはつけなかったんですけど、いろんな人に聞きに行ったりはしました。はい、ただ本当にいなかったんで、事業承継を教えてくれる、資産とか税金とかそれはいましたけど、経営についてどうだっていうのは本当にいなかったです。今から8年ぐらい前ですから。なるほど。それもじゃあコンサルっていう、その上から教えるっていうよりかは、はい、寄り添うなんかコーチっていうようなポジションでやってもらえる。はい、じゃあちょっとこの事業承継コーチっていうもので、具体的にどんなことを教えていくのかっていうのをちょっと教えていただけますか？はい、事業承継コーチはですね、事業承継のコンサルティングをするのにどういう順番でどういうことを教えたらいいかというのを伝えています。ですからまず一番最初に言った時に、親子で息子娘に引き継ぐ負担があります、従業員に引き継ぐときます、M&Aがありますと。というので、基礎的に、こういうメリットデメリットありますよっていう説明から入った後、じゃあ、そうですね、次の社長ですね、後継者さんを育てるという、親子だったり、もしくは事業承継の場合もそうですけど、次の社長の、社長力とか経営力を高めるためには、こういうのを教えていきましょうねというのをですね、学んでいただいております。はい、でこの事業コンサルのやり方っていうところで、もう少し具体的に言うと、どんな感じで教えていきますか？そうですね、当然その今の社長から次の社長に渡すということを考えると、次の社長がちゃんとそういう経営力が高まっているかっていうのが重要だと思うんですね。ですからその中身とした、まずはその次の社長、後継者の方のリーダーシップが伸びているか、もしくは伸ばし方ですね、教えると。後継者のリーダーシップの伸ばし方があると、はい、その方を教える。なるほど。で、あとは当然会社なので、経営をしていかなければならないので、経営の中身ですよねを、教えていくと、教え方を教えるということが一番多いんですけど、教えております。でその経営の中身は何かというと、やっぱり会社って人、物、金なので、今風に言うとマーケティングですよね。どうやってビジネスを自分の飯の種として回していくかっていうマーケティングで、その次にやっぱり人を動かさなきゃいけないので、組織と人事のやり方、あとは当然お金の話があるので、資金、財務の話いうのが、具体的な中身的です。経営の教え方っていうのも割と体系的に教えるみたいな感じですね。そうですね、はい、この順番でこういうふうにっていうのはやっていきますし、いろんなツールを使って皆さん分かっていただいております。なるほど、はい、ありがとうございます。その事業承継コーチっていうのが、その他にも事業承継コンサルをしてる人って結構多いなっていう思うんですよ、はい、なんかこの違いというかですね、どういうところが特色があるかな。はい、そうですね、特色としてはその、最初に言ったリーダーシップとか、その前の前回お話した後継者のメンタルをもう少し上げるという話もあるんですけど、そこにやっぱり心理学とかノウハウとか私たくさん学んでいるので、こういうふうにやれば、自分のモチベーションも上がるし、こういうふうに話したりこういうふうに行動すると皆さん全部社員さんとか従業員さんが信頼も高まって行動するというやり方が、基礎的なものがもう今分かってますので、それをよく学んでいただくということで、要は社長になったら人に動いてもらわなきゃいけないので、その人に一緒に頑張ってもらう、そういうやり方を教えれるというところが特徴です。それっては脳科学と心理学。心理学、はい、そういう切り口で教える人あんまりいてない方ですね。いないと思います。はい、面白いですね。なるほどね。そういう教え方を、これがコーチやりたい方に教えていくということを最終的には事業承継コーチということで、社長さんとか後継者さんもそう変わっていく感じ、変わっていくんですか、バンバン。そうですね。バンバン変わっていらっしゃいますね。変わっていくことになります。では私でもそうですけど、やっぱり言ったらその後継者さんのモチベーションなりリーダーシップを上げるということをすると、やっぱりもう今まではいや社長になるのいつも分かりませんとか、親父が決めることですみたいな、ちょっとね他人事みたいな人がじゃあ自分がやらなきゃというふうにやる気になって、実際その半年後に、社長からじゃあもう来年からやれと言われるようになった方もいらっしゃるので、やっぱそういうメンタルとかリーダーシップは重要だなと思っています。なるほどね。ということが学べるのが事業承継コーチということなので、はい、ぜひね、興味ある方はですね、事業承継コーチの認定資格などもね、取得されながらどんどんご活躍いただければいいんじゃないかなと思っております。はい。で、事業承継コーチとしていろいろその営業のやり方とか集客とかもそういうのも教えてくれる。そうですね。実際ご提案するときに、こういうような話し方とか、要はセールストークの仕方なんかも講座の一部には入ってますので、それを使って成果を出されている方もいらっしゃいます。そうです、大事ですよね。はい、今もう、そういう講座を受けていただいて実際活動している方でも、やっぱりその後継者さんにどうアプローチするかっていうのが分かっているので、実際それで事業承継の支援ができました。いうご報告を先週ぐらいに私も受けましたし、逆にそういう2代目さんばっかり集めて勉強会を始めましたっていう話も多いので、すごく皆さん各地で活躍されていらっしゃいます。これちょっと全然関係ないんですけども、はい、高橋さんってポッドキャストだったり、はい、メルマガだったりとか結構情報発信してるじゃないですか、はい、意外に僕は資料とかコンサルの業界ってあまり情報発信が忙しいからできないとか、ちょっと苦手な方結構多いと思うんですけども、なんかご自身で工夫されてることもなんかあるんですか？工夫してることですか。やっぱりそのいろんなポッドキャストもそうですし、メルマガもそうなんですけど、その時に言われてなんかチャレンジとして少しやってみるというのもそうですし、やっぱりなんていうかな、その時々によって流行りのメディアって変わってくるので、それに対応していくのが一つコンサルとして面白いなと思いますし、いろんなことができるっていうのはあると思いますね。結構情報発信っていう意味ではご自身の中で重要性、どういうところに重要性を置いたりしてますか？これはそもそも事業承継なんていうのはですね、全く認知度が低いところがなっているのでとりあえず認知を上げなきゃというのはもう常々、今でもこれだけね人気があるというか認知が高まっているとはいえ、まだまだそういう実際の経営者さんとしてコンサルティングのパイってまだまだ、発展途上だと思うので、事業承継のいろんな口で知ってもらうというのはもう今でもすごく心がけています。なるほど、はい、ということで本当に情報発信大事ですかね。そうですね、はい、でできるだけ情報発信を、それもなるべくためになるものをするっていうのが、僕はそれがやっぱり興味を知ってもらおうっていうところの第一歩だと思うんで、できる限りの情報はいつも出しています。一緒にポッドキャストやってるじゃないですか。はい。あれって週1回配信？週1回です。はい。あれ結構手間なの？どんな感じで？収録して多少編集してそのまま、情報はまあその音声流して。ポッドキャストだからまあ声だけ音声だけでこう対談して撮って、はい、その流せばいいので、まあそこは楽なんですよね。そこは楽だと思いますね。で、話聞く人も、まあ、今日 YouTube やってますけど、画像だと緊張する方も、音声だとそこまで緊張されないので、そうか、うん、それは、まあ、僕がその当時、そのポッドキャストやり始めた時に言われた通りかなと。結構聞いてくれてるんですか、ポッドキャストって。そうですね、おかげさまで、僕のプログラムは、2500人ぐらい、定期の購読者がいらっしゃって、月間のダウンロードが8000ぐらいあるので、はい、非常に皆さんになんか喜んで聞いていただいております。月4本ぐらい配信？月4本、そうです。はい。へえ、あ、すごいですね。ありがとうございます。あ、で結構いいですね、ポッドキャスト。そうですね、はい。レッツ。ということでね、情報発信が大事ということでね、最後ちょっと締めくくりさせていただきましたけども、はい、ぜひ事業承継コーチになっていただいて、どんどん情報発信していただけるんじゃないかなと思っております。はい、はい。では最後に、事業承継コーチの、告知も含めてお願いします。はい、ありがとうございます。先ほどご紹介いただいたポッドキャストをやってますのでですね、後継社長さんの社長になる前後のね、ビフォーアフターの、本当生々しい現場の話が聞けるので、ぜひ聞いていただければと思いますし、メルマガ最新情報ですね、事業承継の最新情報を流してますので、読んでいただければと思います。あと、事業承継コーチング協会ホームページをやってまして、セミナーも随時、まあ、夏から秋ぐらいに、また開催する予定ですので、そのメルマガの中で告知をさせていただきますので、ぜひメルマガをご登録いただければと思います。はい、ということでですね、本日もですね、日本事業承継コーチング協会の代表理事の高橋さんをお招きしましてですね、事業承継のことをたくさんいろいろ教えていただきました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。